ただいま浜田高槻市長が、ご到着されましたので早速ですけど一言ご挨拶お願いします。本当にこの選挙厳しい戦いで、もう私も、どうなるのかというふうに思いましたけども、もう辻元清美さんのもう底力を見せられた選挙ではなかったかと思います。私も大変嬉しく思っております。辻元さんにおかれましてはもう高槻市政にもうこれまで多大な貢献をしていただきましたので、またこの引き続き辻元清美さんと一緒にまた高槻市政しっかりと前に進めていきたいというふうに思っておりますし、また辻元さんにおかれましては国と高槻のパイプ役としてまだまだこれから頑張っていただかなければいけませんので、活躍を記念申し上げまして簡単ではございますが私の挨拶とさせていただきます。本日は本当におめでとうございます。ありがとうございました。